今回の作品のあらすじを教えてください。はい、あらすじはおじいさんが事故に遭って、亡くなってしまうんですが、うん、その一瞬の間におじいさんが見た走馬灯を映像として作りました、うんうん、おじいさんの走馬灯の話です。この作品を作るきっかけって何ですか？きっかけは今まで音楽に合わせて動かすようなアニメーションを作ってきていたので、うんうん、今回は物語にチャレンジしようと思って作ってみました、うん、なるほど、はい、なんか作品の中でカエルが登場するんですけど、そのカエルに何か意味とかってあるんですか？カエルは実は死神役なんですけれども、あの富山県に伝わる仙北関北っていう妖怪がいまして、それがなんか死者を墓場まで連れていくっていう役目を持ってるらしいんですけど、私のアニメでちょっとそこを改造して、うんうん、あの世まで連れてってもらおうかなと思って使いました。その船舶艦舶、船舶艦舶のカエルなんですか？カエルです。本当は顔が人みたいらしいんですけど、妖怪です。あ、なるほど、はい、じゃあ今回この作品を見てもらうにあたって何か注目してもらいたい場所とかってありますか？そうですね、あの全体的に引いたカメラワークを使用してみたので、うん、脇キャラが結構それぞれの動きをしているので、うん、そこを見ていただけたら楽しいかなと思います、うん、今回初めて物語風の作品を作られたとおっしゃっていたんですけど、はい、その物語のアイデアとかってどういう時に思いついたんですか？アイディアは、何でしょうね。どうしてこのおじいさんの走馬灯っていう作品を作ろうと思われたの？そうですね、なんかおじいさんのいろんな物語のなんか総決算みたいなのを作ってみたくて、それで一番身近というか説明のいらないものが走馬灯かなと思って作ってみました。じゃあ最後に見る方にメッセージをお願いします、はい、最後まで寝ずに見てください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。